というわけでやってきました、KA モータースポーツプロジェクトテレビジョンのお時間でございます。はい、6月になりましたね、6月の第1土曜日の、放送でございますけれども、今日はですね企画を2本お持ちいたしました。今日の企画、まず1つ目、1つ目は、愛車自慢コーナーの、お時間でございます。今日はね、第1回目からお世話になってる車を撮ってきましたので、やっとこさっていう感じですけれども、ぜひご覧ください。では愛車自慢コーナーから行ってみましょう。どうぞ。はい、というわけで始まりました KA モータースポーツプロジェクト愛車自慢の時間です。やってまいりました。はい、やっとです。はい、来ました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっとかとそうっすよね、やっとこの車来たかって感じですけれども、やってきました、スバルの BRZ です。 BRZ です。86じゃないですよ。そこ強調しとく、はい、強調しとくとこその1、86ではない。よく青い86って言われるんですけど、これは BRZ の車です。スバル車です。そこを履き違えてほしくない。そこは間違えてほしくないですね。KA モータースポーツプロジェクト立ち上げた時から一緒にやってもらってたメンバーなんですけれども、なかなか予定が合わず愛車自慢コーナー撮影できない。本当は1番目撮りたかったんですよ。まあ1番目俺 の, FC の後に撮りたかったんですけど、まあ、予定が合わずに5ヶ月過ぎてやっときました。 BRZ やっとですよ。多分今撮影してる中で一番新しいレベルのくらいのスポーツカーですよ。だって今撮影してきたのが、まあ、シルビアとか、シルビア、マエティ、マエティ、まあ、Z34 はいましたけど、どうなんですか、Z34 の方が新しいですよ。Z34 もう10年前くらいの車ですよ。あれは、いやでも、86BRZ の方が新しいですよ、ね、全然新しいですね。そう、最新のスポーツカーですよ、皆さん。変更カーです。はい。はい、ただこれもね、BRZ も後期が出て、前期モデルも結構買いやすいような。そうっすね、だいぶ値段落ちましたね。だから今はね、誰でも乗れるようなアシストでの ABS だ、トラクションコントロールだ、本当に誰でも乗りやすい味付けになってますよね。でも自分は電子制御全部切っちゃってます。男の電子制御カットということで、はい、電子制御切っちゃってます。まずね、見た目が結構もういかついです。ノーマルじゃないですもんね。もうそうだね、もう、外装はフルエア全部やったね。おー、いいですね。全部やったね。やっぱ見た目重要っすから、車って。ちなみにお気に入りのポイントとかあるんですか？気に入りだな。なるほどね。気に入りはな、全部もあるけど、この棒かな。棒、あーステーね。そう、コネクションロッドって言うんですけど、まあなんかレーシーな感じ出ますよね。タイムアタックやってる車両みたいな雰囲気だけ、まあ、本物は下すごいですからね。そうそうそう、すんげー出ててそこでこう映ってるんだ。ガザリですけどね、結構自分は気に入ってます。ではまあアクセントとしてはね、いいですよね。はい、車は2リッターの NA で、そうですね、200馬力くらい、2リッター NA 水平対向で、またカタログ値は200なんですけど、まあ実際のところまあちょっと出てないかな。まあカタログ値ですから。そうっす、実際そう出てないですよね。出てないかな、180とか70くらい、そんなもんかな。ちょっと残念ですね。でもまあ今のこの車業界 のチューニングのベース車両としてはかなりいいですよね。最高っす。ターボもつけれるし、 NA のままもいじれるし、パーツもエアロたくさんあるんで、もう今ね各チューニングメーカー力入れてますからこの車。本当です。自分ももういろんなメーカーのパーツ入れてるんで、はい。ちなみに中身はどうなんですか、車の心臓部というか、パフォーマンス的には。まあ、エンジン、まあ、いじってるところといえば、まあ、自分はキノコ型のエアクリ入れてるんですけど、まあ、自分は NA でいじっていこうかな。ターボの人もいますよね。ターボ、はい、そうですね。トラストさんとか、パンチある加速欲しいんじゃないですか。いや、やっぱNA の車は NA でしょ。自分は。なるほど。まあでも僕車とか好きなんで。ロードスター乗ってたっていう部分もあるんで、NA の良さも分かりながら、今はターボの RX7 のロータリーターボに見せられてなんか乗ってますけど、まあいろんな車乗るのはいいと思いますよね。そうですね。まあでも、スバル。早いっすよ。ターボ早いっすよ。スバルブルーで、綺麗に決まった BRZ を壊したくないですね。壊したくないっすね。サーキットとかでぐしゃなんか。痛いっすね。なんかスポーツカー乗ってて
壊したくないけどサーキット走りたいっていうこのね矛盾ね、わかりますこれ。いや、わかる。サーキット走りたいんですよ、やっぱりスポーツカーとか乗ると楽しくて走りたいんですけど、あのやっぱ危険と隣り合わせなんですよね。ちょっとね、無理しちゃうとね。そう、まあ自分のね、技量内で楽しむっていう感じじゃいいのかなとも思います。そんなね、今日は BRZ、よく助手席も乗らせていただいていろいろ喋っていきたいと思いますので、皆さんぜひお楽しみください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあエンジンルームを今撮ってます。変わってるのがここですね、エアクリーナー、エアクリーナーが入ってて、でパイプ類が変わってますよね、これこの辺のホースが。でタワーバーが入って、あと車庫超過、結構綺麗にまとまってますね、エンジンルーム。これが水平対向のプラグがすごく取りづらいエンジンですね、はい、プラグ最悪です、はい、エンジンルームです。BRZ の中にお邪魔してます。よろしくお願いします。お願いします。前回のベルファイアからですね、スポーツカーにやってきました。はい、今これ車庫帳が HKS の車庫帳入ってますね。 HKS のハイパーマックス 4DD の方ですね。この番組をよく見てる方は覚えてると思います。第1回ゲームモータースポーツプロジェクトテレビジョンで1回か、そう第1回だ、あれ第1回ですよ。車じゃなくて車庫帳を、そう車庫帳取り替えを取材するっていうね。そのそうだな、見てくれてる方覚えてると思うんですけど、寒い中やったね。そうね夜中ね、夜中ね、寒かったわ。そうね、その乗り心地のね良くなった車庫帳ですけれども、はい、動きもあれから変わらずいい感じで、あれでいい感じですよ。そうなんだ、はい、HKS の車庫帳買ったら高いですからね。高いっすよ、買えないっすよ。そういう身内のつながりがあって、うん、まあ手にもらったわけですけど、いいっすよね。はい、まあでもやっぱね、BRZ はいいですよね。助手席のこの広さもすごいあるし、乗りますか。 FC のも広い、FC はあんま広くないイメージが、まあやっぱ居住空間よりあのロングノーズにした分、ほら座席がこう奥後ろに来ちゃってるから、だからこう結局重心を真ん中に真ん中にするようになると狭くなっちゃうんですよね、車って。はいはいはい。ただまあ運動席に、運動性能的に言えばその重心は全部真ん中にいた方がいいんで、なるほど、低く真ん中にいるのが一番理想な重心。そうで、それを考えられた上、結局フロントミッドシップエンジンつって前に積んでるけど後ろにエンジンあるみたいな感じになっちゃってる。で逆にこのスバルの BRZ とか86は低重心にするための水平対向じゃないですか。そうっすね、だから走りにはいいんですよ。エンジン位置もだいぶ低くなってるみたいです、うん、そう基本的に走りにはいい、いい影響を与えてくれる。さすが相澤、詳しいっすね。いやもう 車しか生きがいないですからね。さすがっすわ。そう、車しか生きがいないですから、本当に。いやだから本当にこうみんなでね走れるっていうのはすごいいいことですし、走行会もね主催してね、そうですね、そう一緒に走れるのはまあすごくいいことだなって思ってますけど、全然車の話してないっていうね、これBRZ の特集やってるのに BRZ の話してないっていうね、軽モータースポーツのね、うん、いやもうね、話になっちゃったもんね。そう、一緒にやってる仲間だとそうなっちゃいますよね、やっぱり運営仲間ですから。そう、運営仲間ですからね。もうこれ放送されてんの6月ですよ。6月か。そう、今日撮影5月の20ですけど、公開日6月ですか。もう6月ですよ。6月ですよ。暑いっすね。夏真っ盛りだ。梅雨かな、6月。雨降ってるかな、どうかな。いやー、6月ね、一番嫌な時期ですよ、もう。雨しか降らない。洗車してもすぐ汚れる。そう、最悪っす。青って結構汚れ目立つんですよ。あー、そうなんですね。あ、意外と青、汚れ目立つんですね。汚れ目立つんですよ。黒と白と青、あと何が、なんか結構でも派手めな色って目立ちますよね。確かに砂がね、うん、まあ見てる皆さん、もし汚れ目立たせたくなかったらシルバー買ってください。シルバーの車を買ってください。シルバーかっこいいよ、うん、かっこいいよ。そう、いじり方によってはシルバーもかっこいいですから。かっこいいし、汚れも目立たない。シンプルでありますよね、ビオレットもシルバー。あるうん、シルバー買ってもらえば。なんだかんだいろんな色あるからね、この車。黄色とかで、ね、ああ、なんか派手だけど、
黄色も、ね、黄色も結構あれなかなか明るい黄色っすよね。めっちゃ蛍光色。あの気になる方調べてみてください。はい、あの BRZ 黄色で打つとたぶん出てきますよ、はい。限定車なんで。はい。なんだ。限定はレアですよ。はい。限定モデルってことは結構高いやつですよね、それ。そうっす、ちょっと高いのかな。あ、そうなんだ。ちなみに BRZ の後期はどう見てます、はい、あ、後期一回自分試乗したんですよ。あ、そうなんですか。DR の方で。おー、前期とか自分が乗ってるのは前期の本当最初の A 型っていう、まあ、ベースグレードってやつですね。と比べると剛性ももちろん上がってますし、86BRZ ってトルクの谷っていうのがあって、ちょっとそれがちょっと厄介なんですけど、後期はそれがなくて、パワーも上がってるみたいで。あ、そうなんですね。全体的にも別の車のような感じでしたね。あ、じゃあもう格段に良くなってる。はい、もう欲しくなっちゃいますね。そうなんだ。そうなんだ。赤ヘッドになりましたしね。あいや、かっこいいと。まあでも後期も結構デザインも割と一新されてますよね、マイナーチェンジとは言いつつも。結構ね、フロント周りがね、かっこよくなってる。かっこよくなってる。10馬力、15馬力くらい上がってるんでしたっけ、あれ。そんなもん上がってるね。あ、それ NA でそれでかいですからね。でかいでかいでかい。あの NA って1馬力1万円って言われてるんですよ。1万円ですよ、本当。皆さん、NA 1馬力1万円です。そう、ターボはブーストアップすればバーンと上がりますけど、はい、NA って本当上がんないですからね、パワー。全然上がんないですよ。まあいいっすけどね。そう、音はね、音はいいんだけどね。音とダイレクト感っていうのはまあ NA のまあ醍醐味ではありますけど、まあやっぱパワーはないですよね。パワーはね、ちょっとね、物足りないね。ターボ乗っちゃうと、まあロスはないですけど、そうそう、まあまあまあそんな感じなとこ NA はありますね。まあ、NA にも NA の良さがありますから。そう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 。あのレスポンスの良さはやっぱりターボにはね、ターボにはない、気持ちいいですから。そう、気持ちいいレスポンスの良さ。ロードスター乗ってた時もすげえ気持ちよかったですもん。ロードスターいい車でした。はい、ロードスターあれは楽しかったです。自分も乗せてもらったんですけど、あの相沢くんのロードスターに。今は亡き。今は亡きロードスターですけど。悲しいですね、ちょっと。そう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 。いやー、いい車でした。はい。ありがとうございます。欲しいくらいです。ちょっと告知すると、また1台。おっと？車が来る可能性が今出てまして。何の車なのかな？まあそれはちょっとおいおいね、番組で発表しますけれども。ちょっと楽しみだな。皆さんお楽しみにということで、今日 BRZ ですから、今日そう僕の話じゃなくて BRZ の話ですから、ね、そう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 、これ楽しんでもらって、ね、BRZ86 は多分結構欲しいっていう人いると思うんですよね。そうですね、オーナーさんもいいですもんね、今だって街中結構走ってるじゃないですか。本当2台ともよく見かけます。そうそうそう、よく見かけるんで、はい、ぜひね、富士山のこれを見て欲しいと思ってもらえるようなねそうやつがあればなと思ってもらえると嬉しいですね。でも本当にね、パッケージングはいいと思います。本当に2リッター2リッターの NA が一番いいっすよ。ちょうどいいかもね、うん、そう、ちょうどいい。本当にスポーツカー入門税金もね、安いしね。そう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 ですよ、皆さん税金払いました、ちゃんと。もう6月です、過ぎてますよ、税金。2リッターだと39,500円。39,500円ですね。あー、な、ここでちょっと税金の裏技ちょっと一つ説明したいんですけど、39,500円の税金、これ3分割できるんですよ、はい、そうなんですか。これ税務署に電話すると、いや1ヶ月で4万きついよって人でも3回払いにしてもらえるんです。それ早く言ってくださいよ払っちゃったじゃないですか。そうそう、だから皆さん来年やってみてください。あ、2回払いもできますから、だから2万円2万円みたいな感じもできるんで、まあそう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 、ちょっと自動車税一気にはきついって方ぜひやってみてください。ほぼほぼ BRZ なんてしてないですね。まあまあ皆さん見ることになりますから、この車。多分ちょこちょこ出てくると思う。そうそうそう、ちょこちょこ出てくると思うんで、まあその時またね、見ていただければと思います。はい、今日は BRZ の横に乗せていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また富士さんとは長い付き合いになりますので、はい、はい、皆さんお楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。はい、というわけで BRZ の横にお邪魔しました、はい、今日はありがとうございました。いや、ありがとうございました。やっぱね、車としてこれくらいのパッケージングっていうのが、そのまあ1200、重さ1250とかそれくらいですよね。そんなもんですね。1250kg で NA で200馬力いないくらいっていうパッケージングっていうのは、車を覚える、これから車に乗りたいとか、そういう人からするとすごく素材的にはいいんですよ。あまりパワーのある車乗っちゃうと
パワー任せの運転になっちゃうし、だから要するにこうパワーのない車をどう速く走らせるかっていうのをマスターできると運転ってすごく上手くなるんで、そういう、そう、そういう要素がこの車にはすごい詰まってるなって思いますね。はい、なんで頑張ってどんどん先出して、はい、腕を磨いていきたいと思います。俺の FC 勝負しましょう。おいつでも負けないっすよ。いつでも受けて立つんで。お負けないっすよっていうね、こういうね楽しい車を持つと楽しいこうライバル関係ですね、いろんなことできるんで、皆さんぜひね、これから車欲しい、スポーツから興味あるっていう方は86BRZ も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。ということで、はい、今回の愛車自慢は以上になります。またね、はい、富士山はいろんなところで出てきますから、走行会やらね、手伝いさせていただいてます。そう、はい、なんだかんだこのプロジェクトで一緒にやって出てきますんで、はい、走行会とか参加してくれた時に見かけたら声かけてください。あ、よろしくお願いします。 BRZ の、ね、こと聞きたければ、はい、いつでも受け付けてくれると思うんで、はい、皆さんぜひ、ね、動画のね、質問もしてくれれば僕いつでも連絡取れますからはい、お待ちしてます、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ではまた皆さん次回お会いしましょう。さよなら。いかがだったでしょうか。スバルの BRZ ですね。はい、もうね、前からやろうとは言ってたんですけど、なかなか予定が合わずに、撮れませんでした。ようやく予定があってね、撮ることができました、とてもね、まあ現代のスポーツカーっていう感じで、いろんな部分がしっかりと作られてて、いい車だなって思いました。はいはい、お次はですね、峠の車載映像に行きたいと思います。今日は、妙義山の、昼クライム映像をお届けしたいと思います。では妙義山の昼クライム映像です。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。妙義はね、そんなにきついコーナーがなくて、まあ右に左にこうゆらゆら揺られながら登っていくんですけど、勾配はね割ときつかったです。ただ全長的には薄いよりは短くて、ちょっと道幅狭いかな。ただまあ比較的まあ走りやすいコースだとは思います。はい、路面のこのうねうねもなくて、まあキャッツアイは結構あるんですけど、まあ走りやすいコースだなと思いました。次回ね、下りの模様もお届けしたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。では、毎回恒例の告知をさせていただきます。7月の終わりですね、7月28日に、KA モータースポーツプロジェクト壮行会第2回壮行会を行います。場所は筑波サーキット、価格が8,000円、ドリフト&ジムカーナの壮行会です。丸1日ね、朝8時から4時まで走り放題という形でね、やらさせていただきますので、ぜひね、走りたいよっていう方は、私経営モータースポーツプロジェクト相沢までご連絡ください。はい、そのご連絡先はこちら、 LINE の @enm0150m、 こちらの ID まで、@からね検索していただいて、LINE の検索で友達登録してもらって、ここにメッセージください。はい、ということで、6月雨真っ盛りの梅雨の番組は以上で失礼したいと思います。ではまた、6月の第3週にお会いしましょう。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.